中成香、桂福伝の虫眼鏡ネッタ。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネッタ始まりました。ナマステ。どうですか皆さん、お元気ですか？はい、29回目でございます。そうです。そしてこの世界をやってきたでございますよ。お、どの世界？インドでございます。ナマステ。ナマステ。今回はインドの伝統音楽を皆さんに聴いていただきたいと思いますよ。こんな音楽言っちゃうな。シタールとかタブラというのはね、もうご存知だと思うんですけど、今日は変わった楽器ですね。またちょっと違った楽器。はい、サーランギーの世界に虫眼鏡ネット。虫眼鏡ネット。はい、あの今聴いていただいておりますのがサーランギーの演奏と、もうね、バイオリンかチェロかいう感じでしょ。ああ、ね、弦でね弾くんですよね。そうそうそう、殺弦楽器、弓で弾くねんな。で、すごいたくさんの弦がよーくやるのにね。弾いてるのは3本。どういうこっちゃというやつですか。あのよーくやるのは共鳴弦言いましてね、音を響かす、まあ、弦なんやね。シタールでもそうでしょ。で、今回この演奏ね、されておりまして、またお話も伺いましたのは、サーランギー奏者の、中川裕二さん。最高にええ先生ですよ。まずはね、はい、その、サーランギー、どんな楽器か、ね、その話から聞いていただきましょう。はい、ナマステ。インド、大体北西部で、いろんなタイプのサーランギーがあるんですよね。で、インドから、まあ、その上行って、パキスタン。その上のアフガニスタンっていうところにも同じようなサーランギー、はい、ちょっと名前がどんどん変わっていくんですけど、あとネパールにもサーランギーってあるんですよ。で、僕が今この今日あの持ってきている楽器はあのインドの、はい、まあ、クラシック音楽ですね。まあ、古典音楽っていうんですけども、はい、インドも広いんで大まかに分けて古典音楽って2種類あって、はい、まあ、北インドでこう発展していった古典音楽と、はい、あと南の方で発展していったあの南インド古典音楽っていうのが2つありまして、大まかに言うと、はい、それこのサーランギっていうのは北インドの古典音楽で使われている楽器です。あのインド北部の伝統音楽ということなんですけれども。そうなんですよ。福天さんはサーランギー習われてるんですね。いやー、そうなんですよ。中川先生の音楽にもこう感動しましてね。インド音楽好きなんですけどね、若い時も挑戦したんですけども、うん、シタールをやったんです、その時は。ところがね、こう腰を痛めてて、あの材が保てないという、で今またやってるんですけども、いやー、これがもうすごい面白い音と、あの魅力的な演奏法でね、すごいんですよ。楽しい。楽しい、どんなところが？なんかね、音をこう自由に作っていくのっていうのがあるんですね。それとうねるんですね。うまい人がもう弾き張ると世界が、はい、僕は体がうねってしまう。まあインドのその楽器といえば、うん、そのシタールね、有名ですけれども、うん、じゃあこのサーランギー、ね、どういう特徴があるのか、はい、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思います。弓で弾く楽器なのと、あとはこのギターとかだったらフレットとかあるんです。これはフレットがないんで、あの自由にこうスライド、音の境目がない表現もできる。これなんでかっていうと、あのインドの古典音楽って声の、まあ、声楽から全部来てて、もともとはそのボーカル その声楽家の横であの伴奏楽器としてあの使われてた楽器なんで、まあ、インドのたくさんある楽器の中でも声に近い表現ができる楽器ですね。あとは変わってるのが、この指の左手を、まあ、運指するときにギターとかだとこう上から押さえるんですけど、これは、ね、横からこうやって当てるって、いう感じで。はい、ではここで改めまして中川さんの演奏を聞いていただきたいと思います。どうぞ。
どないです？どう？なんかね、異次元というかね。あ、そうやね。うん、そうやね。あの、これね、ちょっと空間が違うようになるような気がするね。うん、空間が歪んでるみたいな感じ。いやー、ええ感じやね。うん、まあ、例えば、スタールがインドのお日様を表してるとしたらね、うん、この楽器はなんか大地の胎動を表してるような気がするね。インドのね。なんかこうすごい広がりがある、ね、広がりね、なんか独特の独特の世界観音で真似してみえうえですか。いや、それでこの中川さんね、うん、あのインドで修行されたということで、うんうんうん、実はこのインド時代、うん、インド時代っていうんですかね、学生の頃のね、うん、お話を伺いまして、おもろいで、これはなかなか楽しかったので皆さんにも、ね、実にインドや、どんな学生生活だったのか、はい、どうぞお聞きください。総合大学みたいなのがありまして、そこの学生寮に打楽器の先生と一緒に1年半同居してましたね。で、その近所に僕の先生がいるんで、学校とその先生の家を両方掛け持ちしながらずっと、打楽器の先生はずっと音楽家系の人なんで、いろんなことをこう日常生活から勉強することができましたね。楽しかったですね。別にしんどいことは全然なかったと思いますね。なんか食べ物も美味しいし、最初学生やったんですけど、古典音楽の業界にいろいろ演奏する機会をいただいて、まあ、僕、まあ、彼らから見たら外国人なんですけど、あんま外国人っていうの分かってないっていうか、民族が多いんで、言語も多いんで、外国人だから、まあ、うちらの伝統音楽やるのには、まあ、どうたらこうたらみたいなの全然なくて、みんな結構ウェルカムな感じで、普通に、まあ、演奏者として僕を見てくれてる部分がすごい多かったな。病気したぐらいですかね、苦労っていうかしんどかったのは。まあ、いろんな謎の病気にかかる。謎の病気デング熱とか。まあ、ムンバイって結構都会なんですけど、そこでもやっぱこう、野良犬は結構たくさんいるんで、
まあ、噛まれたこともあるんです。インド人に病院行けって言われて、でお医者さんに聞いたら、なんかその犬が2週間ぐらい生きてたら君は死なへんって言われて、毎日その僕を噛んだ犬を路上でチェックしてました。まあ、だんだん腹立ってくるんですよ。はい、なんか中川さんの魅力というかね、うん、こう人間性というか、うちょっとなんか日本の方ではないような時間を生きてらっしゃるでしょ。いや、とってもでもあの、うん、楽しい方ですよね。ちょっと優しげな中島ラモンみたいな。中川さんの演奏ね、はい、皆さん聞いてみたいと思います。もう虜やで、心わしづかみ。あのホームページとか、うん、ツイッター、YouTube などありますのでね、ぜひチェックしていただいて、あの演奏ね、聞きに行っていただきたいと思います。あのラストになりますけれども、このサーランギのね演奏を通じて、ま、伝えたいこと、うん、あのそういうお話も伺いましたので、はい、はい、お聞きください。インドでもそうなんですけど、まあ、伝統音楽はもともと多分そういう、こうエンターテインメントとして存在してなかった部分が結構あって、自分との対話みたいなを、まあ、表現とか、それを自分をもっとこう超えた世界に行き着くための、まあ表現方法やったりするんで、それが今こう演奏活動の中でそういう表現ができている、そういう表現をさせてもらえるっていうことにすごいありがたいなとも思ってるし、そういうのがを聞いてもらって、なんか何かを感じてもらったらいいなと思いますね。虫眼鏡トピック。虫眼鏡と7月と8月に出演していただきました、うん、あの市井律子さんですけれども、そうですよ、あの作品展を開催されます。エクアドルの南米画家、そうですね。あれ音程見ちゃう。はい、エクアドルインタグ作品展、水と生命の森で市井律子という、うん、あのそういう、ね、展示会あります。あの京都河原町五条下る東側にあります人町交流館、京都交流館、はい、こちらの一体作品展示コーナーです。11月27日の日曜日から12月8日木曜日まで。あ、たも出はる。そうなんですよ、この間にね2回あのイベントがありましてね、あたも市井さんにラフを書いてもうて。違います。そういう展示じゃなくて。じゃなくて。あなたはどう登場するのかな。あの展示じゃないわ。展示。イベントね。はい、1回目は11月27日日曜日。はい。はい、で2回目の12月4日日曜日午後2時からね、うん。私はこの2回目の方に、うん、あの出演させていただきます。朗読で。はい。ヌードじゃなかったね。じゃなかったんですよ。朗読で。はい。あの市井さんの、うん、あの講演と、うん、それから現地からのビデオメッセージ、あー、そして私の朗読という、うん、まあそういう内容でお届けいたします。何を読まはるんですか。あの宮沢賢治のね作品を読む予定にしております。エクアドルの南米の世界に宮沢賢治、ね、どんな形で楽しみやな、ね、はい、あの参加費は500円となっております。詳しいことはイベントページのリンクを貼っておきますのでご覧ください。お電話でのお問い合わせはこちらです。075-601-6409 075-601-6409番です。はい、ぜひね皆さんお越しください。お待ちしております。